お元気ですか、ボクシムです。今回は2022 BBM ベースボールカードセット佐々木朗希パーフェクトゲームの開封動画でございます。こちらね、数量限定生産となっておりますので、ね、開けていきたいと思います。ではね、早速ねやっていきたいと思いますけどね、まずはですね、まずこういうねカードでございます。これね、完全試合をね達成した時のねあのカードでございます。これね、ちょっとね説明がないのでね、これなんてねあのかけていいか分かりませんけどね、あのこういう風にね、全てのね投球のね、なんていうかポーズのね写真をね、撮っております。これもね、直筆サインカードはね、運が良ければ、出ることがございます。すべての投球のね、写真でございます。これはね、達成した時のね、なんかね、あの、花束をね、送られた時のね、カードでございます。で、これ後ろにいるのがね、キャッチャーのね、増川選手でございます。キャッチ。で、最後はね、増川選手のね、このキャッチャーでございます。でですね、もちろん、ね、限定カードね、1枚ございます。こちらでございます。あの、これ分かりますよね、増川光選手のね、カードでございますけどね、これ分かりますでしょうかね。こういう風に、ね、ちょっと光がね、反射してね、見えるかもしれませんけどね、あのこれ360度やってもね、同じこういう風にね、あの動かないカードとなっております。もちろんね、これ白菜カード付きでございまして、もちろんね CL ナンバーもございます。150分の20でございます。これがさっき言った通り、運が良ければ直筆サインカードが出ます。もちろんね、佐々木朗希選手の直筆サインカードですね。結構ね、貴重なカードでないかと思います。はい。今回はですね、2022BBM ベースボールカードセット、佐々木朗希パーフェクトゲームの開封動画でした。またお金がありましたら、またこういった開封動画もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。